逆さ王国第3話。逆さ王国はアジアの東端にある小さな国です。でも高くて美しい山と広くて大きな湖があります。2012年夏、逆さ王国第一王子のワッカが逆さ高原を登っていくと、上空に何かが見えました。よく見るとそれは魚の形をした風船でした。魚の口に当たる部分から紐がぶら下がっています。登ったり降りたりを繰り返しています。あの風船欲しいなとワッカは考えました。とこの時女性の声がしました。あら王子様、あなたもあの風船に目をつけていらっしゃるの？彼女はこのままです。王宮に出入りしている商人の一人です。風船なんて欲しくありませんよ、子供じゃないんだから。ワッカは嘘をつきました。じゃあ私がいただいていいかしら、このままが言いました。いいですよ、今あなたがいる場所に落ちてきた場合はね。ワッカは条件をつけました。やい風船、俺は王子だ、言うことを聞け、俺のところに降りてこい。ワッカは心の中でそう叫びました。風船は登ったり降りたりを繰り返しています。コネママは両手を胸に当てながら天をじっと見つめています。突然暖かい風が吹き始めました。するとどんどん風船が落ちてきて、風船の紐がコネママの手にストンと落ちました。おほ、私のものね。コネママは笑みを浮かべてそう言いました。なんてこった。ワッカは心の中でそう叫びます。この漫画をひっくり返しましょう。コウモリのカーワが湖畔を歩いていると、猫のネイボーがモモダイを釣り上げていました。モモダイは高級な魚です。おいネイボー、誰の許可を得てここで釣りをしているんだとカーワは叫びました。誰の許可がいるんですか。ネイボーは口を閉じたまま尋ねます。ワッカ王子の許可に決まってるだろう。カーワは声を荒らげます。ネイボーはうなります。わかりました。ネイボーが口を開けてそう言った途端、釣り糸と魚がポチャンと湖に落ちました。魚はスイスイ泳ぎ出しました。しまった、うまくいって取り上げればよかった。カーワは心の中でそうつぶやきました。いや、諦めるのはまだ早い。カーワはそう考え、湖の中に飛び込みます。そして桃鯛を探し回ります。カーワさん、この湖は広くて深いんですよ。ネイボーがそう言ってもカーワは言うことを聞きません。やれやれ、グーグー、ミャンミャン、グーグー、スースー。ネイボーは眠ってしまいます。この湖は広くて深くて海まで続いています。いやー、湖に映った鉱山が綺麗です。もう一度この漫画をひっくり返しましょう。というわけで最初に戻ります。おそ松様。